はい、中年オタッキーです。実はね、動画昼撮ってたんですけど、今編集しようと思ったらオープニングの動画がどこに行ったか分かんなくなっちゃって撮れてなかったのかな。でオープニングだけちょっと撮り直してます。本編と辻褄が合わない可能性がありますので、俺台本とか何にもね用意してなくて、でノリで撮ってますんで、本編と辻褄が合わないこともありますんで、まあもし合わなかったらごめんなさいって感じですね。今日はね、このヤシカフレックス、こいつの紹介になります。本編でもちょっと言いますけど、長野県のねプロカメラマンの中田さん、っていう方から、お借りしている、カメラになりますね。中田さんはね、動画 YouTube もやってるんです。で YouTube とか Twitter もやってて、この説明文のところにね、リンクを貼ってますんで、中田さんの動画もね、非常に参考になる動画とかありますんで、もしお暇ならね、見に行ってください。それでね、まあ二眼レフを始めるにあたって、まあ、二眼レフのこともいろいろ勉強しようかなとか、まさか借りたカメラ分解するわけにはいかないし、というわけでね、いろいろね、買ったんですね。こちらがミノルタフレックス。こちらがプリモフレックスで、で、こちらが、なんだっけ、日経フレックスか。日経フレックスはもう完全な研究用、分解用ですね。で、この、ミノルタフレックスとプリモフレックスは、すでにね、フィルム1本ずつ撮りました。仕上がりがまだなんですけど、だからそのうちね、動画に出てくるかもしれません。まあ、こんな感じで今日は、スタートしていきます。はい、ね、このね、ヤシカフレックスタイプ C なんですけども、貝なんですね、これね。動画でもね、たびたび紹介させてもらってますし、ツイッターとかでもね、紹介させてもらってますけども、プロカメラマンの中田様、長野県のね、塩地だっけ、松本、わからなくなっちゃった。で、お仕事されてる、中田様からちょっと声がかかりまして、貸していただいたカメラになります。で、このヤシカフレックスタイプ C なんですけど、ただのヤシカフレックスタイプ C じゃなくて、この撮影用のレンズ、これテイクレンズなんですよ。これにね、ローライのね、テッサ、の玉、中玉が入ってるらしいです。で、解像度を上げてあるということですね。まあ、ノーマルのヤシカフレックスでもテッサタイプのレンズが入ってまして、解像度はなかなかだと思います。4枚玉なのかな。で、さすがね、プロの方はね、所持したされたカメラだけあって、すごい完璧なコンディションでね、すごく使いやすくて、楽しいんですね。楽しく撮れております。で、フィルムなんですけども、今回ね、テスト撮影に使ったフィルムがね、これになるんですね。イルフォードのね、XP2 スーパー400っていうフィルム。なぜこのフィルムを選択したかっていうと、ちょっと二眼レフカメラは私初めてで、これまあ、もちろん AE も露出系もすらもついてないですし、でシャッター速度がね、とかね、絞りがね、ちょっとファジーなんですよね。カチカチとかね、もう何分の1とかね、設定カチカチってないんですね。で、このイルフォードのね、XP2 スーパー400ってこのフィルムは、C41 現像。カラーネガと同じ現像でね、露出に結構幅があってね、適当な露出でもね、絵が出るという評判だったんで、使ったことはなかったんですけど、今回使ってみました。で、撮った写真なんですけど、とりあえずね、バンと7枚、一気に、作例を上げていきます。それでは作例どうぞ。
はい、作例見ていただけましたかって、ちっちゃいぞみたいな感じなんですね。これ正方形なんですね。正方形、フィルムがね、これスクエアで撮れちゃうんですね、構図がね。これ見たら分かるようにね、これねスクエアなんです。で、正方形で撮れてしまうんですけども、動画にするにはちょっとね、正方形やっぱ具合悪いし、現物はね正方形で撮れてしまってるんですけど、で実はね、その正方形っていうね、このスクエアで撮れるっていうの構図でちょっと今私苦しめられてるんですけど、こんな初めてなんでね、で動画でちょっと見るにはね、ちょっとはっきり分からない、分かりにくいっていうことで、これ通常のね16対9に、大体16対9にトリミングして、もう一発ね同じやつを、作例見ていただきます。それではトリミングした後のやつどうぞ。はい、どうだったですかね。もともとね、そのスクエアで構図決めて、撮った写真を、トリミングしてるんで、ちょっと不自然は不自然なんですけども、どうしてもね、画面が、ちっちゃくなってしまうんで、こういう形にしました。で、後でね、もっと拡大した、写真も、見てもらうことになるんですけど、その何ですか、フォーマットがでかい、フォーマットがでかい方が画質がいい、通常はね、フォーマットがでかい方が画質がいいっていうのは、写真をねやってる方だったら大体ご存知だと思うんですけどもね、二眼レフカメラね、その昔の設計のね、レンズであるにもかかわらずね、なかなかシャープな写りです。で撮る作業がねとてもとても楽しいんですよね。ピントをね合わせたりする作業、ねこれレンズカバーついたね、特にこのファインダーの中でね、これで大体構図決めるんですけど、二眼レフカメラの場合は、ちょっとファインダーも暗いですし、見えにくいんでね、ルーペがついてます。はい、ルーペでねピント合わせをしてね、でピントが合いましたら、このカメラこういうことできるんですね。これで構図を決めて、でシャッタースピードと絞りを合わせて、でシャッターチャージ、シャッターチャージ、これがシャッターチャージで、シャッターボタンを押す、こんな感じでね、作業がね、一連の作業が非常に楽しいものになります。で、何が楽しいんだってね多分言うと思うんですけど、すごくね分かると思います。特にね最近のねオートフォーカスのカメラとかだったらね、もうピント合わせてボタンを押すと、もうボタン1個しか触るとこないみたいな世界に、入ってきますよね。ただね、本当にね最近のデジタル一眼レフとか、ミラーレスとかしか触ったことがないっていう人はね、一旦ねこういうマニュアル機を使ってからのがもしかしたらいいかもしれないですね。そのくらい最近の時にはね難しいものになります。ピント合わせそれはやったことないよ、シャッタースピードって何とか、そういう人にとってはね、それこっちの方から入っていただくといいかもしれませんけど、ある程度カメラのスキルのある人はね十分このカメラ楽しめると思います。でいろいろ難しい作業、あるんですけども、その難しい作業の一つにねフィルム装填っていうのがあるんですね。フィルム装填がね非常に面倒くさいです。でこのカメラの場合は、自動巻き止め式になっておりますので、まだ簡単な方ですけどちょっと説明しますね。まずね蓋を開けましてね、でこれ前回撮ったフィルムの芯がここに残ってますので、これを取り出します。取り出しまして、通常そのフィルムが巻かれる位置につけます。つけますね。カメラの位置変えた方がいいんだけど、カメラの位置ねそこしかないんですよね。トラックの中でやってるんでちょっと申し訳ない。これがねなかなか難しいんですよ、向きをこうやって、よっと、はまりました。
余りましたらね、フリーに回ることを確認してみてください。で、新品のフィルム、今回はね、エクタ100っていうカラーフィルムを入れます。ここにはめるんですけど、片一方はめて、で引っ張りながら押し込む。そしてここに出てきますね。引っ張ったら出てきます。で、このベロをこのスプールですか、スプールにはめるんですね。はめましたら手で押さえながら巻きます。はい、巻けてきました。で、巻けてきたらね、スタートラインっていうのが出てきますよ、そのうち。スタートライン、スタートライン、はい、これがスタートラインです。これは赤いマーク、このカメラは赤いマークがありますね。合わせます。合わせたら蓋を閉めます。で、ここでね、カウンターをリセットします。ボタンを押して、はい、これでカウンターがリセットされました。あとは巻くだけ。巻きますね。はい、カチッて止まりました。これでね、ちょっと見えにくい、カウンターが1になってるの分かりますかね。これでね、撮影開始することができます。で、撮影するとね、シャッター切ってもね、何回も切れるんです。これ何回も切れるんで、ヤシカフレックスタイプ C の場合は多重録音防止機構がありませんから、撮影したら必ずね、このボタンを1回押して、フィルムを巻き上げる、この作業をね、絶対に忘れないようにしなければなりません。ミノルタフレックス、このミノルタフレックスはね、シャッター多重録音防止機構ついてて、多重録音させようと失敗しようと思ってもできないことになってるんですけど、でもこいつね、その高級機なのかなと思ったらね、セルフタイマーがなかったり、どうなんだ、仕様的にどうなんだって。で、構造はね、大体どのカメラも同じです。さっきのね、フィルムカウンターがないやつがあります。フィルムカウンターがないやつはね、大体ね、この後ろのあたりにね、赤窓っていうのがついてて、赤窓を覗きながらね、フィルムの枚数を合わせ、撮影したら巻いて、1が終わったら2が終わったら3って、後ろでね、赤窓から覗くっていうことになってるものが多いです。それでは、ディテールですね。ちょっと話が元に戻ってディテールなんですけど、さっき紹介した写真の中で、ハスの葉がね、写ってる、写真があったと思いますけど、あれをね、トリミングで超拡大して、ディテールを見ていただこうと思います。それでは、はい、この作例拡大してね、ゴミが乗っかってることに気がついたんですけどね、そのまでゴミ乗ってます。ここまで拡大してもね、なおシャープ。もちろんね、このこれテスラのレンズが入ってるんで、ね、ロライのレンズが入ってるんで、それももちろんあるんですけど、それにしてもね、やっぱね、フォーマットがでかい、というのはね、こんだけね、シャープな絵になるんですね。今回はね、モノクロでやりましたけど、ベルビアとかでもね、ぜひ試してみたいですね。ちょっと今のところね、まだ修行中なんですよ。リバーサルを撮るほどね、その二眼レフの腕上がってないんで、いろいろもうフィルム5本目ぐらい、これ今たった今装填したやつって5本目なんですけど、どんどん撮ってね、露出外れがないような写真を撮れるようになってくると、いよいよリバーサルに挑戦しようかなって考えてますけどね。で、さっき日経フレックスも一瞬見せましたけど、これミノルタフレックスもありますし、プリモフレックスっていうのもあるんですね。もうすでにね、よいしょ、プリモフレックスは1本取り切って、現像に出して、ミノルタフレックスはもう2本目が入ってます。で、プリモフレックスね、調子が悪いと思ってて、案外調子よくなってきました。ちょっとね、針側がね、メンテナンスの時に入っちゃったんですけど、これ針側をちょっとマシな状態にしてカメラプレゼントに出すかもしれません。
うん、二眼レフカメラ欲しい人います？一応ねこれちゃんと動くし、ファインダーもね綺麗に掃除したし、結構ねこんな感じでおしゃれなんですね。プリモフレックス、これ東京工学さん、後のトップコンが、作ったカメラですけども、これはねスタートマーク合わせの巻き止めってやつになります。あのカウントね1だけは赤いやつで見て、で2コマ目からは何ていうんですか、なんだっけ、カウンターになるかな。まあこんな感じでね、あの二眼レフカメラどんどん行ってます。でなかなかね楽しいですし、ヤフーオークションとかでね見てみるとね、3000円前後ぐらいでね結構動くやつが出てるんですね。リコアフレックスとかね、あのその辺のやつは動作品でそのぐらいの値段出てます。ミノルタフレックスとかでも動作品で 5,6000 円で買えるんじゃないかな。これなかなかいいですよ。これはねシャッター速度がね500分の1までありますんでね、あの高感度フィルム入れてもね減っちゃう、まあ高感度フィルム入れて減っちゃらって言って300分の1ありゃ、ね、ネガだったら十分なんですけどね。であのファインダーもねピントが合わせやすいです。そのこちらのチューニング機に比べたらファインダーが暗いですけど、あの二眼レフカメラはねその作業撮る作業がものすごく楽しいですし、ハマればかなり綺麗な絵が出ます。であのさらにリバーサルとかねで写真を撮って、以前から紹介してもらさせてもらってる、スキャンスタジオさんね、スキャンスタジオ F11 さん、説明欄にねリンク貼ってありますけど、そういうところでねリバーサルとかをあのスキャンして高画質な、ね、あの写真をね楽しめると思います。将来的にはねこの二眼レフカメラはまだまだやっていって、フルサイズデジタルとその二眼レフのねあのリバーサルと、あと一眼レフ 35mm サイズのリバーサルとかね、ディテール比較とかもねやっていくとは思いますけど、とりあえずねその二眼レフカメラどんなもんかなっていうのね、動画作ろうと思いまして今回の動画作成に至りました。今日の動画は、こんな感じでございます。どうだったですかね。ネガで撮る分にはもう露出系なんかはっきり言っていらないかなっていうのは、あの前回の動画とあと中田さんのねフォトライブでも取り扱ってもらって、4段オーバーでもねちゃんと絵になる、そんな感じでねあのネガで撮る分にはねもう露出系なんかいらないぞ、結構適当に撮ってもアンダーでなければ、大丈夫かなっていうね感じなんで、その、まあ、二眼レフカメラ一応ね露出系ある機種もあるんですけど、僕が持ってるのも全部露出系なし、露出系なしでもねネガだったらね十分満足な写真撮れると思いますし、でフィルムがでかいんでねやっぱあのすごくいい絵が撮れますんでね、あのチャレンジしたいなと思う方はぜひ、チャレンジして、いただければ。そんなにお金はかかる、フィルム代がちょっと高いですけど、本体は、ね、そんなにお金かからないんで、まあそんな感じです。で次の動画どうしますかね。オリンパス L10 スーパーの写真も上がってきてるんですよ。でこいつもまあまあな絵が撮り出したんですね。これすごいですよ、カメラの進化って本当何なんでしょうね。あのぶっちゃけ最新デジタルなんかなくてもこれで十分いいんじゃないかな、普通の人はね、プロとかは別ですけど、じゃないかなと思ったりもします。次どうしようかな、気まぐれでいきます。すいませんどれ行こうか、多分クールビックスで行くと思います。ちょっとねあの楽しんでるんで、じゃあその次の動画まで、その間にねもしかしたらねまた開封動画来るかもしれません。ツイッターではつぶやいてるんですけどもね、この間、3点ほどヤフオクで同じ人から落札して3点一気にね明日ぐらいにね自宅に到着する予定になってます。でまた開封動画を挟むことになるかもしれませんけどね、開封動画がね異常に再生回数伸びてるんでちょっと味しめてます。500円のレンズとレンズ付きの一眼レフ2台500円、どっちも、全部で1500円で、送料1000円でね2500円で3点、ゲットしましたので、また開封動画もいくかもしれません。今日の動画は、この辺で終わりにしています。チャンネル登録者数で1300名突破してし、さっき見たら1313人になってたかな。好調にね増えていってます。モチベーションがね上がりますのでね、ぜひぜひ、チャンネル登録お願いします。もしかしたらね写真好きの人にはねいろいろ役に立つ動画もあるかもしれませんので、チャンネル登録してお待ちください。あと
もしねよろしければねあのグッドボタンもねあのお願いします。あのモチベーションが上がりますんで。で最近ねあの長野県をねあの通る仕事を、来週ぐらいまでかなビュンビュンやってるんで、もしかしたらタイミングが合えば、プロカメラマンの中田さんとコラボの動画とかも上げれるかもしれませんけど、まあこのトラックの仕事って本当に時間に制約がきついんで難しいかな。まあできればねお会いしてねあのコラボ動画作れたらいいかなって思ってます。プロカメラマンのねあの話も聞きたいです。まあ今日はこんな感じです。また次の動画お待ちください。それではまた、最後までいただきありがとうございました。また。